になることが予測されています。上東道の夕張インター出口、札幌道の阿蘇利本線上信所の小樽方向、そして小樽インター出口で混雑が予測されています。お出かけの際は交通情報に注意し、時間に注意を持って安全運転をお願いします。混雑のピークは9月19日から22日になることが予測されています。道東道の夕張インター出口、札幌道の阿蘇利本線料金所の小樽方向、そして小樽インター出口で混雑が予測されています。お出かけの際は交通情報に注意し、時間に余裕を持って安全運転をお願いします。ネクスコ東日本ハイウェイラジオ、恵庭よりお伝えしました。